今回は K に前橋育英高校について聞いていきたいと思います、はい、やっぱり J リーガーのマイクの選手出身だけど、やっぱまあ J リーガーだから言えないこととかもあると思うよね。この間聖和やって、今回はまず育英バージョンで、まずこの間も聞いたんだけど、厳しそうだな上下関係。いや厳しかったっすね先輩が通るたびに、うん、お辞儀で、うん、ちゃう俺とかマジで仲いい先輩、うどうかだったうっすみたいな、チーズみたいな感じだよね、はい、俺らの裏休みでは、はい、やばいですね、チーズでやばいでしょ、でもガチで、おいみたいな全然いるんだけどもうそんなんやったらどうなっちゃうの。まず部室呼ばれます部室呼ばれてピーなんかピーだよな、何人もいい先輩がいるみたいな。怖え。走りとかにもなんの？走りはそれはなかったですね。あまあどつかれる。どつかれるって可愛い表現にしておきましょう。確実に。そうだ。まあサッカー界は多いんだけど、上手いやつってさ、普通の選手って言い方いいんだけど、ちょっと重宝されるところあるじゃん。なんかもうユースとかだったらもうそれこそさ。高1とかですごい VV はしたらもう対等ぐらいな勢いになるんだけど、一応高校サッカーもそんな感じではあるの。いや逆に、うん、自分1年生と3年生と一緒に練習してて、うん、で一人だけ3年生に混ざったりもしてたんですよ、本当に自分一人だけ。そういう時とかはおい今日 K やるぞ、マジで聞こえてくるんですよもう俺に聞こえるように何人から話してるんですよ怖すぎやろ、うわっと思って。まあ、もちろん練習なんで、別に殴られるとかはもちろんないんですけど、もう自分はもうやってやろうと思って、削ってやろう、ね、じゃあ上手くてもあるんだ。いや逆になんだ、なんですよ、怖あいつ調子乗ってるなってなっちゃうんですよ逆に。俺普通にしてても厳しい高校サッカーいけねえよつって、マジか。人見知り感だし、うん、陰キャ感だし、うん、でも先輩の前じゃ猫かぶってましたじゃなきゃ、なるほど、ね、猫かぶってない、生きていけないと。危ない厳しい高校サッカーは、うん、育英はじゃあ結構や、まあ厳しいけどもう大丈夫です。ああ変わってきてる、全然、監督とかで変わらんやと。監督変わらないです、うん、てか育英だったら俺の代とかだったら寮とか、今松本と山田でやってる寮とかな、もう地元も近くて仲いいんですけど、寮も怖かったの。富山さん怖かったですけど面白いんですよ。ああ、あいつやばいよな富山さんはすごかったですね。いろんな意味で、いろんな意味で、いろんな意味で破天荒で面白いけどいい人なんですよ。寮も確かあれだよな、ヴェルディユース上がれたけど行く行ったパターンだよな。寮にどつかれたことはない、ないですね。まあ、あっても言えねえな、これも多分見るから。3年生の先輩がもう後輩を締める担当みたいな人がいたんですよ、はいはいはい、で俺らの1個上ってことでしょ、富山さんの1個上、俺らの1個上、その先輩となぜか仲良くなったんですよ。あ、K がね、陰キャみたいな、はい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 、でそれは結局サッカー上手かったからだよ。まあそういうのもある、うん、そう、それで なんか仲良くなって、多分富山さんも自分のことをやろうと思ったのがあったんですけど、そういうことね、多分あ、それは富山さんに聞かないと分かんないです。その厳しい環境で生きていくには、猫かぶりの強い先輩に可愛がられるっていう、まあ、汚い話です、汚い話だけど生きていく、 あれですね。どんな練習やるに行くよ。まず毎週火曜日が10キロ走、1キロを何分以内に入るみたいなのを10セットで10キロ、うん、でその日はまあそれだけでほぼ終わりで、うん、でそれ以外は普通の練習の日は結構ポゼッションやってましたね、やっぱり。へえ、そうだね、育英いい選手めっちゃ最近生み出してるもんな、うん、龍馬、鈴木徳馬選手、最近で言うと坂本、あ、そうだよね、なんかで同じ同部屋だったんですよ。えぇ、ー、ベルギーいますか、
そうだよね、まあ、小泉くんとかもそうじゃん。そうそうそう、ね、はい、え、あれは1個下？1個下です。坂本くんも、坂本選手も1個下です。みんな1個下ですね。うまかった、やっぱ足元もあったんですよ、うん、そうだね。じゃあまあそういうポゼッションとかやらないと、ああいう選手は、まあ、生まれないだろうから。だから育英とか一番いいんじゃない？あの走るし、あの戦う面も教えられるし、技術とかも教えれるから、バランスいいと思うんですよ。いい選手生み出すな、それは。じゃあなんか思いめちゃくちゃ走るっていう感じではないんだ。じゃないっす。へえ。もう本当に練習ポゼッションやって、うん、まあ、ゲーム最後にゲームをやるみたいな。俺走るイメージは全然走んないですね。練習では全然走んないです。じゃあもう今おすすめの高校ですね。あの確実にそうです。上下関係もちょっと柔らかくなってきて、さらに今はおすすめの高校ですよね。うん、しかも今プレミアリーグ上がって、はい、高校サッカーも本当に強くなってきてるからね。俺らの代とかはやっぱユース強くて、俺らの代もヴェルディユース無敗優勝みたいな、プレミアリーグやってたり、高校サッカーに負けたくないとか負けねえってのがあったけど、今はもうそれこそユースいけるけど、あの高校サッカー行く選手も出てきてるから、高校サッカーもすごい強くなってきて、もうユースだからとかなくなってきてる気はしますね。伝統みたいなのあるの？坊主だとか、夏はこれ絶対やるとか。例えば何か寝坊とかやらかしたら、うん、まあ、草むしりなんですよ。ほうほう、草むしりする選手で、でめっちゃ朝早くから草むしりとか行ってやらないといけないんですけどけど坊主とかは監督がさせなかったんですよ。俺坊主ないんだったら高校サッカーありだわ。いや結構他の高校とかに比べても少し緩いじゃないですけど、そういうところは、まあ、厳しい高校より下だと思うんですよね、厳しさも。今言ったら俺らぬるんぬるだわもうやっぱりモテた育英ですね、うん、全然ですよ。マジで全然です。え、育英は普通に共学でしょ？はぁ、あ、そうです。ケイタって選手権出た？出てないんですよ、3年生の時出てないんです。あ、1年生の時も出てないんです。2年だけ出たの？2年だけ出た。普通にケイ出てたの？出ました。え、モテないの？モテないです。ガチで？はい、10番とかの選手もなんかもう高校の清和のさ会とかの、まあ、前話してみてもらえばいいね、文化祭に女の子が来てキャーみたいなのとか、ナイス、キャーなんてなんないです。マジで？絶対なんです。あ、じゃあ高校サッカーじゃなくてもいいなそうですね、行くよ、落ち着いてますね。キャーなんてなんないですし、やっぱテクニックチームなんかな。なんか俺安とかもちょっと聞いたことあったり、育英はじゃあそんなことなかったんだ。そうです、なんかサッカーやってたからモテて彼女ができたとか駅で。あ、けど、うん、育英のサッカー部のジャージを着てれば、うん、あの他の高校がの子とかが見るじゃないですか、うん、したらあの威力は強いです。やっぱ他の高校に対しての威力は強かったです、ジャージとか。あの、何、街とかでってこと？そうっす。あ、じゃあ普通に出歩いてても、いくらのジャージとか。みんな絶対着るやん。みんな着てますよ。みんな。そうだね。それでショッピングモールでも慣れてますよ。今思うとバカなっすよ。いや、虎の、可愛い虎のエンブレムみたいな。それがでも当時はね、もう強かったんだ。その服、何よりも、の私服よりって感じで。ビトンじゃない。ビトンじゃなく。バレンシアガじゃない。育英が持てると。まだ持ってる？ないんですか。ないか。俺あったら今度それ着ていく確かに前橋のショッピングモール歩こうかなと見られますよ。何か、いやすごいわ。でも私それ面白いですね。おもろいな企画でやってみようかな。話しかける。友達が持ってるんで。あ、マジで借りて企画で行ってみてください。マジでショッピングモール。だからちょっと髪一回黒くして高校生っぽくしてやってみる。おもろそうだわそれ。ガチでやりたい。ちょっとモテたい雰囲気味わいたい方、連絡して一緒に行きましょう。やっぱサッカー部っぽく2、3人とか4人ぐらい確かにそうです、ね、行った方がいいんで。育英ってさ、うん、高卒からプロ結構 もちろん多いと思うんだけど、はい、大学に
行く選手ももちろんいて、K とかそれこそ選手であったり、はい、なんか繋がってる大学とかどっか行くこう大学ってみたいなのはあんの？そこまでなんか強くなかったんですよ、ね。ここってここって代表はないんだ。けど今は多分本当にプロの選手も頻繁に出てますし、さらに。だから多分今はあると思うんですけど。なるほどね。法政大学は、うん、育英からはちょっといるあると思うんですよ。監督がもともと法政大学。ああ、そうなん、そういうのあるよね。なるほど、なるほど。今、中学生の方とかは見てくれてるか分かんないけど、いや高校サッカーとか、やっぱ私立で、力入れてるところって、もう実際勉強とかができなくても入れたりあるんでしょ。もう自分なんて中学校オール3だったんだけど美術と音楽だけ来ない本当に。あと体育で4年もいける。それ以外はそうでもない、ね、それが全部3で。そうなんですよ。サッカーがマジで良ければ入れる高校とかもあって、あとはお金のね、それ大学も多分そうだけど、そうそう、お金がもうかからない、はい、特待特とかもあるから、こう確かにそれユース入っちゃうと多分ない。なんもそうだね。免許とかない。ない。ユースはもう自分で学校行って。そうだね。俺浦和は自分で勉強で頑張って入、どこでもいいから入るか、本当に頭悪かったらもう私立とかで単眼みたいな入るしかないんだけど、まあ県立の方がやっぱお金かかんないから、みんななるべく勉強ちょっと頑張ってどっかにも入るみたいな感じなんだけど。確かに高校サッカーそこ結構違うね。そうですね。サッカーがあれば、サッカーがあれば特待でランクはあるじゃないですか。例えば S、うん、A からですかね、うん、A、B、C とかまであって、多分 A とか本当にほぼほぼ何もかからない、うん、でかいよね。いや、もやかがしたりしたら。確かに高校サッカーそういうところもいいな。そうですね、確かに。計両方経験してるから、まあでもジュニアユース、ユースとまたちょっと環境が違うと思うけど、何、下部組織とレイソル、下部組織と高校サッカー、中高校サッカーの違い、規律。ああ、そうだね。まずルールが多いんじゃないですか高校サッカー、ね、ルール環境とかはやっぱ行くはいいですね。規律だと思うんですよ、一番は。うん、本当に規律のところか、はい。まああとはあれじゃない、あのオファー来るところ、 J1 の下部組織で出身の選手からトップ昇格するのって本当に強いチームだと難しくて、はい、かといってもう本当に他のチーム行ったら出れるような J1 の選手でも、他の J1 のチームがその選手を取ることってまあないのね、うん、多分聞いたことない俺多分、うん、だから行けても J2 とかになってくる、うん、でも高校サッカーはもう本当どこからでもオファーが来るようなシスになってるから、もう J1 含め J2 とかも、ね、声かけやすいです、ね、そうそう、まあもちろんユースのいいところもあるんだけど、高校サッカーもそこの部分ではすごいいいかもね、うん、育英とかだとなんかもう練習とかでも結構見に来そうやな。あー、多分ありますね。ねえ、めっちゃあるだろうね。なんかいい選手見に来て、はいはいはい、その練習でなんかいいプレーしたら他の選手が引っ込んだから、よくあるもんね。ありますよね。高校サッカーそういうところもいいな。ユースで他のチーム来たらおかしいもんな。そうですね。練習確かに。そうだね。いやー、俺そう考えたら後悔も何もないけど、浦和ユースももちろんいい関係だったし、いい出会いだったから、でも高校サッカーもマジで、今だったら戻れるんだったら選んでみたいっていうのもあるから。育英は何人ぐらいいたの合計。1年生だけで7、80人いたんじゃないですかね。全員の名前わかんない？わかります。あ、さすがわかんない。先輩とか含めたらわかんないでしょ。いや、だって合計240人ぐらいいるところでしょ。あ、まあやめちゃったら200人ぐらいですかね、全部で。何チームに分かれんの？ A、B、C、D ですね、多分確か。熾烈すぎるわ。うわー、どっちもいいとこあるけど、どっちも難しいな。そうですね。ユースも高校サッカーもね。一概にどっちがいいとかです。それこそ、
上で活躍してる選手見ると高校サッカー出身の選手もいればユース出身の選手もいるから、どっちがいいとは言えないな。まあでもお互いに魅力があってどっちがいいか選んだって感じか。いやー、けいろんな話ありがとうございました。また1、2ヶ月後にインドネシア帰ってやって、また1年でいろんなところに行ったりね。そうですね。でももしかしたらあれね、1年以内にインドネシア人になってる可能性あるからね。大事な、ま、パートナー探してこの1年で。そうだね。いやでも本当に K とかもいろんなことを本当言ってくれて助かって、この動画も皆さんチャンネル登録して回していただければ、日本のサッカーにも俺は、はい、つながると。本当にそういう、まあ、もちろんスペインとかドイツとかイングランドとかは別として、うん、そうだね、そういうヨーロッパとか東南アジア行きたいって思ってる人は確かに見た方がいい。だって情報の全てが全てを変わるからな。自分は話してますよね。そう、一応話してる。だってこれ知ってるだけで行く選手絶対出ると思うし、知らないから行かないだけで、うん、そうですね、本当にこう なるからね。この後の系どんどん開拓してあげてください、みんなのために。俺もちょっといろんな選手助けれるように頑張っていく、はい、この後はみんなで中村フレンズと K とサッカーの動画シュートとか1対1でやっていくんで、とりあえずじゃあ K ありがとうございました。またじゃあ次の動画もお楽しみください。バイバーイ。